年末、日本テレビの報道番組ニュースエブリィのスペシャルメッセンジャーに就任した羽生結弦さんが7月5日のこの番組に生出演し、熊本の水害で被災された方々の知恵に学び、自分自身で命を守る大切さを語ると、多くの方々から称賛の声が寄せられています。この日の16時半過ぎにはニュースエブリィの公式 SNS にスペシャルメッセンジャーの羽生結弦さん、このあと生出演ですという投稿がされており、直後に生出演をするであろう爽やかにスーツを身にまとった羽生さんの姿があると、ファンの方々から期待の声が寄せられていました。その後すぐに登場した羽生さんは、番組キャスターの藤井貴彦アナウンサーと元バドミントン選手の陣内貴美子さんと共に席に座り、未だ続く九州での雨を心配するコメントをしっかりと述べると、一瞬スーパーアスリートであることを忘れてしまったファンの方々。そして羽生さんが登場した特集では、前日に発生から3年が経った熊本豪雨を取材したようで、事前に避難し助かった方にインタビューをした羽生さん。被害に遭った現地を見て、今の風景からは考えられないな、言葉にならないと、そこでしか感じられない思いを抱き、今も爪痕が残る場所を次々と訪れた羽生さんは、被災しながらも高台に逃げ延び、自身の家が水没していく様子を見ていた方の話をしっかり目を見てうなずきながら、亡くなってしまったものは戻らないので、そこが辛いですよねと共感する姿を見せてくれていました。建物的には大きな被害が出た水害においても、この地域では亡くなられた方はいないとのことで、家庭や地域での日頃からの防災意識が大事であることを感じた羽生さんは、自身も被災したことと重ねながら、いざ災害にあったことを想定することの大切さを説いていました。そしてハザードマップをパソコンを使って調べることもできることを実際にその場でやってくれており、実際に自分で調べてみてください、僕も調べてみたいと思いますと語り、改めて災害への備えについての大切さを広く呼びかけてくれていました。その後、お天気コーナーにおいてそらジローとコラボした羽生さんは、それまでから一転、爽やかお天気お兄さんとなっており、以前できなかったジャンプのリベンジをしていたそらジローですが、羽生さんからはもっと遠心力を使ってとガチアドバイスが送られていました。この生出演の羽生さんをご覧になったファンの方々からは、羽生くん今日もありがとう、ハザードマップをチェックして災害に備えますといった声に加え、そらジローと絡む羽生さんに癒されましたなどといった声が続々と寄せられていました。この日は毎年出演されている24時間テレビについての話題はありませんでしたが、例年ですと8月中旬以降に発表されることとなっていますので、今年もその頃の発表になるのかもしれませんね。詳細をご覧になりたい方は説明欄の URL からどうぞ。羽生くん今日もありがとう、ハザードマップをチェックして災害に備えます。羽生くん今日もいろいろなことに気づかせてくださって、忙しいのに本当にありがとうございます。2回目の今回は前回よりも少し落ち着いていたように見えました。羽生さんもきっと辛いだろうに、気持ちもその方にしっかり寄り添ってて、その心が嬉しいよね。羽生くんが現地に行って話を聞いて、自分のことのように共感し、まっ
すぐに伝えることでその時の災害の大変さ重大さもしっかり伝わるね。羽生くんの変わらぬ思い、どこまでも寄り添う気持ちを受け取りました。被災された方や相手が何かにあったという時は話すことより耳を傾けてる印象がある。その人にしかわからない辛さを知ってるからか。話すことが上手な羽生くんが丁寧に慎重に緊張しながら心を込めて伝えてるのを見ると、被災者の方々への姿勢がわかるね。そらジロー、あなた羽生さんに顔面アタックして唇事故を起こそうとしてたでしょ。重いお役目を無事果たして、ちょっとほっとした表情でそらジローと絡む羽生さんに癒されました。そらジローのジャンプリベンジ、相変わらずそらジローには厳しい羽生さんだけど、その空気感に癒された羽生さんには笑顔も必要。羽生くん、いろんな番組でゆるキャラと絡まされてるの面白いな。そらジローは羽生くんに甘えて、その場とお茶の間をなごなごしてた。ゆるキャラと羽生くん可愛すぎます。辛いし大変な仕事だと思うけど、いつも誠実に対応する羽生くんの姿を見て改めて応援できる幸せを思う。いつも本当にありがとう。羽生くんが被災地に寄り添ってくれて嬉しい。伝えたい思いありがとう。ハザードマップ見て具体的な避難の方法を家族と話し合いたい。羽生くんの特集を見た新鮮な気持ちのうちに、羽生さん、大切なニュースを伝えてくださってありがとう。エブリィの皆様も素晴らしい番組作りありがとうございました。